薩摩藩庁が置かれた、鹿児島城薩摩藩外様77万石薩摩藩の、一薩摩藩邸跡石碑薩摩藩は、江戸時代の藩。藩庁は、鹿児島城、藩主は、島津家。薩摩、大隅の2カ国及び日向国諸県軍の大部分を領有し、琉球王国が服属した。江戸時代に鹿児島に藩庁を置いた外様藩。鎌倉時代の頃より薩摩を支配してきた島津家を藩主とする。薩摩藩は通称で、正式名称は鹿児島領。藩籍奉還後に鹿児島藩と改められた。表高は72万9000石。琉球を含めた最高石高は90万石と、加賀藩に次ぐ大藩を形成した。薩摩藩の家臣団の価格は、正徳元年までに整備され、御一門、一所寺、一所寺閣、寄合並、無閣、骨外、新番、五個章、与え、与力の10の価格に分かれていた。薩摩藩は、一般的に日向国中郡及び、小湯郡を領有し、佐渡原城に藩庁を置いていた島津氏士族佐渡原、島津家を藩主とする佐渡原藩を師範としたと見られている。また、佐渡原藩主家を、薩摩藩内では、垂水島津家のもとに位置づけるが、藩外では大名分の佐渡原藩の方が、上という二重基準が、鹿児島県資料でも見られる。もっとも、国立公文書館内閣文庫の、嘉永2年10月2日、本家抜家正方での幕府老中見会において、本家抜家正方の儀、領地内分権し一家を立て公抜家予想、公儀から別段領地被した桶姫氏で公家は、本家抜家の筋者有のまじくとあるため、江戸時代後期以降において、垂水島津家の分家にあたる佐渡原藩との、家本、家別れと言えても、師範と認識されていたかは、一考を要する。幕末には、長州藩と共に、明治維新の実現に指導的役割を果たした。明治新政府に、西郷隆盛や大久保利通、黒田清隆、松方正義、森有則ら有力な人材を多数輩出し、新政府の中軸となった。1871年の廃藩置県により、鹿児島県となった。島津家は、鎌倉時代初期に、薩摩、大隅、日向3カ国の守護に任ぜられて以来、この地方を本拠地としてきた、守護大名、戦国大名であり、1587年に、豊臣秀吉の九州征伐によって、豊臣家に服属、薩摩、大隅、日向の一部にまたがる諸領の支配を認められた。秀吉による、文禄、慶長の役の間、留守を預かる武士の青少年の風紀が乱れたことがあり、これを心配した留守居役の家老たちが考案した青少年教育システムが郷中教育と言われている。薩摩藩直営の役員であった佐田久、役員様式軍備や繁栄工場など、修正管事業に関する建物が見える。第13代将軍、徳川家定の5台所となった。天正院1600年の関ヶ原の戦いでは、西軍につくが、徳川四天王の一人、井伊直政の取りなしで本領を安堵され、島津義弘の三男、忠常が当主と認められた。この時点をもって、正式な薩摩藩成立とみなすのが通説である。1609年、琉球王国に出兵して服属させ、琉球の石高12万石を加えられた。奄美群島は琉球と分離され、薩摩藩が大島代官、喜界島代官、徳之島代官、沖永良部代官を配置して直接支配した。沖縄本島以南は那覇に琉球財番奉行を派遣して琉球を管理したが、実際には琉球は大幅な自治権を行使していた。薩摩藩の琉球支配は年貢よりもむしろ、琉球を窓口にした中国との貿易が利益をもたらした。また、薩摩には奄美産の砂糖による利益がもたらされた。その他加増を受けて、従来の56万石から72万石の大藩となる。旧来の支配者から天保を経ずに、近世大名に移行した薩摩藩は、旧来の支配体制を残し、外上性骨章を里と改めるや、門割というグループに分け、門ごとに土地を所有させるなどの独特の制度を持った。しかし、多くの豪主を抱え、広い意味での士分の者が全人口の約 40% 弱を占めていた。例えば、島津家文書、陽陽衆4書集の1852年の衆門主殺を改め人数総の字によると、奄美、琉球を除いた殺遇被参加国の合計人口 622,365 人中、城下氏、郷氏、人体外氏、狩猟外来人体までで 176,694 人、諸氏またうち、諸座府などが 73,634 人となっている。また、藩政一覧表などによると、明治3年頃の琉球を除いた殺遇被参国の合計人口 772,354 人のうち、氏族が 192,949 人、足軽以下の卒族が 95,569 人となっている。1872年の卒族廃止の際、薩摩藩の卒族は大多数が平民となったが、族籍が氏族となった者は全人口の1/4を超えていた。また、藩内の土壌の多くは、水持ちが悪く、稲作には適さない、シラス台地であったため土地が貧しく、表高は77万石でも実質は35万石ほどの収益しかなかった。かつ、南西諸島ほどではないが、台風や火山噴火などの災害を受けやすい立地であったため、藩政初期から財政は窮迫していた。さらに、徳川幕府の有力藩に対する弱体化政策の下で大規模なお手伝い普請を割り当てられた。特に1753年に命じられた基礎山線改修工事の多大な出費により、所領が現場から遠いこともあって、藩財政は期待に瀕した。工事を指揮した薩摩藩家老、平田幸恵は、多くの犠牲者と、藩財政の疲弊の責任を取って、工事完了後に自害している。第8代藩主、島津重秀は、閉鎖的であった、それまでの藩政を改革し、1773年に、藩校雑誌館と演武館の設立を手始めに、医学院や民事館と次々に学校を設立。政経図説、百巻など、各種図書の編纂事業も行った。また、江戸幕府との結びつきを強めるため、三女の重姫を第11代将軍、徳川家斉に嫁がせた。これら、重秀の豪奢な事業により、薩摩藩の全国的な政治的影響力は、格段に上がったものの、藩財政はさらに困窮の度を増した。その後1827年、図書広里を中心に、薩摩藩の天保改革が断行され、藩債整理、砂糖専売制の強化、琉球貿易の拡大などを打ち出して、財政は好転した。砂糖専売制については、大島、喜界島、徳之島の三島砂糖総買入れ制度を実施して、莫大な利益を得た。1851年に第11代藩主となった島津斉彬の下で、洋式軍備や繁栄工場の設立を推進し、また、養女の篤姫を、第13代将軍、徳川家定の整形室にするなど、幕末のオスとして台頭した。斉彬の死後、藩主、島津忠義の実父にして、斉彬の異母弟にあたる島津久光が実権を握り、国府、副上皇と呼ばれた。幕末には、当初、久光の主導で、公部合体派として、夕飯連合構想の実現に向かって活動するが、薩英戦争を経て、西郷隆盛や大久保利通ら倒幕派に、藩の主導権が移り、長州藩と薩長同盟を結んで、明治維新の原動力となった。新政府に、西郷や大久保のほか、黒田清隆、松方正義、森有則などの有力政治家を輩出し、明治新政府の中軸となった。明治4年11月14日の廃藩置県の布告により、薩摩藩は、鹿児島県に改組される。これにより、薩南諸島、トカラ列島を含む薩摩藩領は、鹿児島県となる。琉球王国は、廃藩置県で一時的に、鹿児島県の管轄となるが、明治5年9月14日の琉球藩設置により、明治政府の直轄となる。奄美群島は、従前より、薩摩藩の直轄であり実効支配が行われており、廃藩置県により実効支配上先行して、鹿児島県に編入、追って1879年4月の大上官通達により大隅国に編入されて、正式に日本及び鹿児島県の領域となった。島津家は1884年の家族令により公爵となり、明治、大正時代に政財界で重きをなした。島津氏の家紋、丸に10文字薩摩藩には内見と呼ばれる、藩独自の検地を行っていた。俗に言う、薩摩77万国とは、享保内見から琉球分9万4千国余りを引いた値である。小説家の柴良太郎は、薩摩藩の強中制度の原型は、東南アジアから日本列島の農産漁村に多く見られた、若衆組の習俗に由来すると推測した。その傍証の一つに、村落体制下において、強中のトップである、強中頭の権威が高いことを挙げる。すなわち、一般的に、若衆組のトップである、若衆頭は、村落内で大きな発言力を有し、時に年寄りや、村落の主張さえも遠慮するほどであった。この点強中制度と若衆組習俗は共通する。この性格は中国、朝鮮の厳格な儒教文化圏ではあり得ないことだったとも指摘した。この強中の性格は後の私学校に引き継がれた。柴は薩摩私学校の実態を士族若衆組であったと述べる。西南戦争の発端になった私学校生徒の暴発に際し、西郷隆盛が反対しつつも、西郷は不本意ながら、反乱を率いていかざるを得なくなった遠因は、このような強中制度を基軸とした薩摩文化の観点から読み解けると柴は述べている。幕末まで薩摩では、勝負の気風を重んずる殺藩指導に基づき、この強中制度を中心に男色が盛んに商用された。上記のほか、明治維新後に、日高国浦河郡、様似郡、十勝国広尾郡、東園郡、加西郡を管轄したが、後に東園郡は、田安徳川家に、加西郡は、一橋徳川家にそれぞれ移管された。ありがとうございます。